はい、ということでご飯を食べているスモモちゃんからスタートいたしましたね。なんか最近食欲旺盛なのかよくご飯を食べてます。まあ、与える量は基本的にね毎日変わってはないんですけど、まあ、たまにねあのお腹減ってるのかなって思った時にちょっとだけ多く与えたりしています。そう、そんなちょっとだけ多く与えた日がこの日になるんですけれども、なんかすごいね欲しそうにしてくるんだよな。ほらめちゃ見つめてくる。まだくれって顔してくるんだよ。あ、ゲップしたな今。ゲップしてるけど、そんな日だ。まあ、基本はもうでもね、量は変わらず与えてはいるんですけれども、こんなそわそわしているスモモを見るのは初めてだったね。ほら、もう頭いいから、ここの穴、餌が出てくる穴をほじくったら、餌が出てくることを知ってるんだね。たまに出てくるから、それで。ほら、このようにして。ほら、ちょっと食ってるもんな。賢いなぁ、あなた。あなた、賢い。そうやったら、餌が出てくること知ってるんだもんな。まあ、そんないっぱい出てきてはないからいいんだけど。まあ、でもこれまだちょっとお腹が減ってるっぽいよね。この感じ。いつもここまでしないんだけどね。ずっとやる。ずっとやる、これ。で、なんかちょいちょい見てくんのもなんだ。お前が押すよって、早く餌出せよっていう、そんな顔で見つめられている、そんな気がします。まあ、いつもはね毎日どんくらいだろう、 30g から 40g ほど与えているんですけれども、まあ病院の先生にもまあそれくらいの量でいいと、それくらいの量が適切だと教わったのでそうしてます。なんで与えちゃいます、ちょっとだけね、ちょっとだけ。こんな普通のドッグフードをむさぼるなんてなかなかないのに。いつも渋々食ってるのに。お菓子だとねめちゃくちゃ喜んでくるんだけど、普通のドッグフードもこの日はすごく喜んで食ってましたね。成長期かもしれない。2歳ですけど、まだ大きくなるのか。もうないよ、もうないよ、さすがに。もういっぱい食ったから、もういっぱい食ったら、あと、いっぱい運動しようね。その分、便も良くなるかもしんない。体の循環が良くなるかもしんないという。そんな適当なことを言いつつ。そしてこの顔。いっぱい食ったね。ここまでご視聴していただき、ありがとうございます。なんと、チャンネル登録していただくと、スモモがハピネスをお届けしに行くかもしれません。高評価やコメントもお待ちしております。Twitter、Instagram、TikTok も投稿していますので、そちらのチェックもぜひお願いします。